いらっしゃいませ。あんた、この世界の人間じゃないわね。ちょっと聞きたいことがあるのよ。こっち来なさい。私たちをこんなところに引きずり込むなんてひどいわ。分かってるわ。デジコでしょ。きっとデジコの仕業に違いないわ。私のいない間に一人でアイドルになる気なのね。私のゲーマーズアイドル計画を妨害するなんて、ああ腹が立つ。戻ったらただじゃおかないんだから。元の世界に戻れるわけ？こいつ、ゲーマーズにいた客ゲマ。いつもデジコのことを柱の陰に隠れながら見つめていたから覚えてるゲマ。間違いないね。するとデジコの仕業じゃないのね。私たち気がついたら3人まとめてこの酒場の前にいたのよ。ここのマスターに親切にしてもらってね。ま、それが縁でバイトをすることに決めたの。稼ぐにはここはもってこいの場所だしね。いろいろ情報収集もできるし。それにしてもデジコのやつ、記憶をなくしちゃうなんて間抜けね。これはきっといつも私の邪魔ばっかりしていた天罰だわ。事故のことが心配なのに。何言ってるの。ゲーマーズのアイドルは私一人で十分よ。デジコなんて一生記憶喪失のままでいればいいんだわ。こいつが来る前まではご不法気にデジコのことを心配していたゲマ。うるさいわね。
での暴力行為は村の掟で禁止されているゲマ。保安官に捕まるゲマ。あんたがくだらないことを言うからでしょ。私はデジコのことなんて。私に聞かれてもわからないわよ。彼らに聞いてみたらどう？彼女は保安官代理のエリカよ。話は聞かせてもらったわ。その子の記憶を取り戻したいんでしょ。だったら錬金術師の彼らに相談してみるといいかもよ。そう、彼ら錬金術師の危ない彼ら。彼らはね、自称天才錬金術師なの。確かに頭はいいし、相談すればきっと喜んで協力してくれると思うわ。だけど、あの子ちょっと変わってるのよね。何しろ、夢はでっかく世界征服なんだから。実験ばっかして家が爆発することなんてしょっちゅうだし、君なんてきっと研究材料にしか見えないんじゃないかしら。その噂なら聞いたゲマ。村人は絶対に家に近づかないらしいゲマ。そうなのよ。だから友達が私しかいないのよね。命あってのものだねにゅ。最近多いのよね。おかしなことの前触れじゃなきゃいいんだけど。
すまんすまん、びっくりしたかね。新作メカの起動実験に失敗してしまってね。まあよくあることなんだが。ん？見ない顔だな。何か用かね。待った。何も言わなくていいぞ。科学の粋を集めたこの思考解読機が全部教えてくれるからな。うん、それが君の名前か。女の子と一緒だね。名前はデジコちゃん。おお、二人とも異世界からやってきたんだな。何？この世界を征服しに来た侵略者だと？君、それはちと感心せんな。世界征服は俺のライフワークなんでね。悪いが他の世界を当たってくれんか。しかし科学技術の粋を集めて作られたこの思考解読機わかるんです1号がそう判定しているのだな。グレッグ、抜け駆けするつもり？なんだ彼らか。今大事なところなのだ。お前のお遊びに付き合ってる暇などないぞ。こいつは私が先に見つけたのよ。横取りは許さないわ。だいたいグレッグみたいなヘボ科学者なんかにこいつの価値がわかるはずないでしょ。さっさと私に引き渡しなさいよ。なんだと？さてはこの少年の力を利用しようとしているな。そういうことならば彼らよ、娘とはいえお前なんぞには渡さんぞ。彼には錬金術の奥義探求に協力してもらうわ。世界征服するのは私の方なんだから。金儲けのために錬金術を選んだお前なんぞに科学探求に一生を捧げた俺の崇高な志がわかるものか。そんなセリフは食いぶちを稼いでから言ってよね。毎日毎日コッペパンと塩だけの生活なんてもうごめんだわ。Thank you.
比嘉さん。逃がさないわよ。彼らよ、スパナアタックを食らえ。甘いわね。次はこっちの番よ。私の攻撃を受けられるかしら。どんなものでもぶつけてくるがいいぞ。12+3×4 は？何？そんな複雑極まりない計算式を俺に答えろというのか？わからん。そんな計算式は今まで考えたこともなかったぞ。数学を学ばずに勘だけで発明してるからよ。日が沈むまで考えてなさい。キリキリ歩きなさい。危険な生き物を放し飼いにするのは法律で禁じられてるもの。だって別の世界から来た人間なんでしょ。それってすっごく怪しくない？この世界を乗っ取りに来た侵略者だってグレッグも言ってたし、そんな奴を野放しになんかしておけないわ。そうだったんだ。デジコちゃんって言ったっけ。あなたたちがこの世界にやってきたとき、どうしてその子だけ記憶をなくしてしまったのか興味がある。それには何か深い理由があるに決まってるもの。そうよ、世の中ってやつはどんな些細なことにも必ず意味があるの。それを解き明かすのが錬金術なんだから。
記憶喪失の少女に隠された秘密、その真相とは何か。なんか久しぶりに燃えてきたわ。エリカが？そうなんだ。そっか、エリカの紹介じゃ断れないわね。それにその子を調べれば私の世界征服の役に立つかもしれないわね。ブレックだってきっとそうするに違いないし。わかったわ、協力しようじゃないの。その代わり、あなたには私の助手になってもらうわ。ちょうど人手が足りなくて困ってたところなの。ここに住み込んで私の手伝いをしてくれるんなら、その子の記憶を戻す方法を探してあげようじゃない。どうなの？助手になるの？ならないの？これからあなたのことは、デボク1号って呼ぶことにするわね。そんなセンスのない名前、私のアシスタントにふさわしくないわ。デボク1号の方が、よっぽど覚えやすくて親しみやすいわよ。食事は1日3回ちゃんと出すし、保湿も用意してあげるわ。だからしっかり働いてちょうだいね、下僕1号。錬金術師に2号はないわ。私に任せなさい。あなたの部屋に案内するからついてきて。ちょっと何グズグズしてるのよ。呼ばれたらすぐに返事すること。わかった？